この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちらです。すごくね、すっきりしてシンプルな絵柄、僕ねこの絵柄すごく好きですね。イラストレーター名パッキン椿さん、タイトル二次創作で M950A かっこドールズフロントライン、コメント、こんにちは、ハッキンツバキと申します。今回気まぐれ添削に二次創作で応募しました。キャラはドールズフロントラインの M950A です。本当は一次創作で参加しようと思っていたのですが、二次創作の方が私が抱える問題が浮き彫りになりやすいと思い、二次創作で応募しました。作品は苦渋の決断で銃の引き金を引くために銃を向けているところです。それではよろしくお願いします。添削してほしいポイントは、ある一点以外は全部添削をしてほしいです。ある一点とは白目を描かないことです。一体感があるのかもぜひご指摘をお願いしますとのことです。ですね、 M950A はユーザーの間では銃のメーカーにちなんでキャリコちゃんっていう風に呼ばれているらしいので、キャリコって呼ぼうと思います。パッキン椿さんの描くキャリコちゃん、とてもねシンプルな絵柄なんですけど、このシンプルな中にもちゃんとキャリコちゃんの真面目な性格とか、一見きつく見えるような表情がよく描けていると思います。それと実は正面の角度を描くのって特に立体的に描くためにはかなり難しい角度なんですけど、その難しい角度を立体感をつけようとして描かれているところに椿さんのチャレンジ精神が感じられました。すごいと思います。でね、今回どのように添削していくかなんですけど、今回のテーマは椿さんも気にされていました、立体感です。椿さんの絵柄はかなりシンプルで、そこまでグラデーションとかを多用するような感じでもないですし、描き込みを細かく細かくするタイプでも厚塗りするようなタイプでもないと思います。そういうシンプルな絵柄で立体感を表すにはどうすればいいのか、あと立体感を表すにはそもそも難しい正面で立体感をつけるにはどうすればいいのか、そこにね着目して添削をしていきたいと思います。もしかしたらね、今の時点ではちょっと難しいようなことも言っちゃうかもしれませんが、その能力を補うための練習法についてもね同時に紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後まで頑張ってついてきていただけると嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。最初はキャラの添削をしていきたいと思います。まずはですね、ちょっとこういうこの何もない紫の空間、ここがですね少し気になりますので、キャラを大きくして空いている空間を埋めていきましょう。はい、このぐらいね大きく画面に入っていた方が迫力が出ますよね。そしたら次に少しだけ体に角度をつけていきます。っていうのは銃を正面で構えているポーズですから、銃を構える時って少しだけ半身になりますよね。やってみます。はい、角度をちょっと正面からずらしてね、胴体だけ斜めに少しひねってみました。あとですね、ちょっと胸についているパーツのバランスも気になりましたので、そこも修正します。このパーツはですね、胸の膨らみのすぐ下に胸を支えるようにしてついているので、そこを合わせたい部分ですね。あとはリボンを軽くたなびかせても動きが出ていいかもしれません。はい、シンプルな絵柄の分、こういった部分で躍動感を表すことができると思いますので意識しましょう。あとは足もね、もうちょっと開いてあげても躍動感がアップすると思いますのでやってみます。
はい、元山ですね、このぐらい開いている印象がありますので、こんな風に足を踏ん張らせてもキャリコちゃんのイメージに合うと思います。で、おそらくここがね、椿さんにとってちょっと難しい部分だったかもしれません。正面に銃を構えている腕ですね。これはね、実はプロでも描くのが難しいんですよ。僕もできれば避けたいポーズだったりするんですが、今回は頑張って描いていきましょう。ポイントはですね、断面です。腕ってですね、仮に途中でぶった切ったらこんな風に輪切りの断面になると思うんですが、この輪切りの断面が幾重にも連なって腕ができているっていう風に捉えられると思うんですね。なので、この輪切りの断面がですね、手前に向かってどんどん連なっているんだという意識で描いていけばですね、一体感を意識しながら腕を描けると思います。やってみましょう。はい、こんな感じ。そしたらですね、次は銃です。銃もですね、正面から描くのってめっちゃ難しいと思います。できれば横から描くのが一番見栄えがするし簡単なので、可能だったらそっちをおすすめしますが、今回のように土正面から、しかも立体的に描く場合には、やはり意識したいのが面。もっと言うと、面の明るさです。そこに着目しながら見ていってください。はい、こんな感じ。銃を正面から描くのってかなり難しいんですけど、ポイントは面の明るさ。このパーツは若干斜めについていて、上を向いているので少し明るく、そしてこの部分は正面を向いているのでそれよりも若干暗く、そしてここはちょっと下を向いている面なのでそれよりも暗くっていう風にね、面の明るさを意識して描き分ければ正面からでも十分立体感を表すことができると思います。ちょっとね、難しいですけど、チャレンジしてみましょう。でですね、こういうシンプルな絵柄で一番気をつけたいのは影の付け方です。原作前のイラストでは、こんな風にですね、細かい影は付けられているんですが、これだとね、うまく立体感を表現できません。シンプルな絵柄で立体感を出したい時に重要なのは、大きな影なんです。この点を注目して影を付けていきましょう。はい、どうでしょう。服の重なりでできる落ち影だけじゃなくて、面の切り替わりや画面奥に行くことで全体的に暗くなっている部分などを作ることでかなり立体感をアップすることができるんですね。こういう大きな影の付け方は特にシンプルな絵柄の場合は重要です。覚えておきましょう。 あとこれは単純に書き忘れだと思うんですが、ネックレスを追加します。はい、こんな感じ。そしたらね、次に移っていきましょう。次は顔の部分です。顔もね、表情などはよく描けているので、ここも立体感を中心に添削していきたいと思います。まずは大きな部分で言うとツインテールでしょうか。やってみます。はい、片方だけね、やってみました。添削前はほぼ一色で表現されていましたが、できれば一影を入れた方がいいと思います。一色でも表現可能ではあるんですが、そっちの方がね、難しいので、こんな風に上の方は光が当たっていて明るく、下の方に行くに従って影がついて暗くなっているっていう風に描き分ければ、それだけで立体感が出ちゃいます。もう一方の方もやっていきますね。
はい、こんな感じです。あとはですね、前髪部分、ここもね若干形を整えていきます。はい、でできればなんですが、髪の毛に軽くハイライトを乗せてあげるとさらに立体感がアップしますので、ここですね、ここも注意してください。で次はですね、髪のパーツに移っていきます。まずはまつげですかね、やってみます。はい、ちょっとね細かいんですが、キャリコちゃんは目尻が下がっているような印象はなかったので、まつげの形を少し修正しました。あとは瞳孔の表現も少しだけ本物に寄せてみます。黒目の部分が少しオレンジっぽくなっていたり、独特な表現なのでそれを取り入れて修正しました。あとはハイライトの形でしょうか、ここもね少しだけ修正します。修正前は丸かったんですが、本物は横長に近いハイライトが入っていたので、そのニュアンスをね取り入れてみました。割と目のハイライトの形は本人に似るかどうかのキーポイントになったりしますので、合わせてみると途端にね似たりします。まあ、ここは絶対に合わせなきゃいけないっていうわけでもないので、この辺は好みに分かれると思いますが、今回は解説のためにねあえてやってみた感じです。はい、キャラクターについてはこんな感じですね。次は背景です。背景は紫一色なんですが、ここを添削するかはちょっと迷いどころだったんですが、背景ってねそこまで手間をかけなくても見栄えを一気にアップできる、いわばボーナスタイムみたいな部分なんですよ。なのでそこを完全に捨ててしまうのは非常にもったいないと思います。なので今回はこのイラストに合う簡単な背景の付け方を一つ紹介したいと思います。まずはねこんな風にしましょう。はい、中心に向かってランダムにひび割れ線を入れてみました。そしたらですね、こうします。はい、ひび割れ線によって割れた鏡の面があちこちに向いてますから、面によって色を変えてみました。こうすることで割れた鏡が乱反射しているような感じが表現できますよね。そしたら最後にこうです。はい、グラデーションを追加しました。色はね特に何でもいいです。自分が好きなところに好きなグラデーションをかけていきましょう。はい、どうですか？今背景にかかった時間一瞬だったと思うんですが、これあるのとないのとではもう大違いでしょ。このぐらいの手間で見栄えが良くなるんですから、描かないの絶対損じゃないですか。ぜひね背景苦手だよっていう方は今のやり方真似してみてください。それだけで完成度がぐんとアップしちゃいます。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。背景のあるなしでここまで印象変わるのかっていうぐらいね、そんなに時間にしてそんなに経ってなかったと思うんですけども、かなりね簡単に描いた背景でした。でもねここまで違います。はい、じゃあ最初から見ていきましょう。最初はこの状態でしたね。今回のポイントとしては、
シンプルな絵柄で立体感をつけていくにはどうすればいいのか。まずはじめに、あ、これはもう全然関係ないんですけども、ちょっとね余白が気になりましたので、もうちょっと大きくキャラクターを配置した方が見栄えがいいのではないかということでですね、キャラクターを若干拡大しました。でここポイントです。銃を構える時にはね少し半身になりますので、体の傾きをつけました。最初はちょっと正面を向いていて、これがね不自然な感じになっていたのと、あとは立体感がそがれていたので、こんな風に角度をつけることによって立体感を強調できる。で第2のポイント、ここはね結構大きいです。影のつけ方ですね。最初はこの布の重なり合いここだけにね、影を落としていましたが、これだと立体感をあまり強調できません。なので面が変わっているところ、あとはね奥に行っているところ、ここにね積極的に大きな影を落としていくことによって立体感を強調することができます。でそれはですね髪の毛も同じで、髪の毛についても上の面は明るく、そして下に行くに従って下の面が増えていきますから、ここは暗くっていう風に明るい部分と暗い部分を意識的に分けることによって立体感を強調できます。でここはですねちょっと細かいところなんですが、ハイライトですね。ハイライトもこんな風に要所要所に追加することによって立体感をさらに強調できます。そして最後背景ですね。背景は苦手な人は背景描かなきゃいけないのっていう風に考えるだけで億劫になってしまうのはわかるんですが、今見せた手順もうめちゃくちゃ簡単だったじゃないですか。もう時間にして5分かかったかかかんなかったかぐらいだったと思うんですが、それだけでもこのぐらい見栄えが違っちゃいます。これすごいでしょ。本当にね、ここはボーナスタイムだと思って、背景苦手な人であればあるほどですね、チャレンジしていただけると効果が高いと思いますので、ぜひやってみてください。今回はシンプルな絵柄で立体感をつけるやり方を解説しました。結構ね、立体感をつけるにはほんの少し角度をつけたり、傾きを意識することが大事になってくるんですが、そういった想像力が自分には足りないなっていうふうに思った方はですね、こちらの練習法、超有料級イラストが3日で上達する方法を試してみてください。この練習法は僕が実際に行ってめちゃくちゃ効果が高かった練習法で、同じポーズを描くのでも劇的に立体的に描くための感覚を養っていただける練習法だと思います。興味がある方はぜひそちらもチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ、準備はいいですか？気まぐれじゃんけん、じゃんけんポン！それではまた次回の動画でお会いしましょう。聞けそれを忘れた。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。